県内初出店となる会員制の大型スーパーコストコ浜松倉庫店が今日オープンしました。開店前から大きな注目を集めていただけに、初日から多くの人が詰めかけました。コストコフィーバーに沸いた一日を振り返ります。ただいまの時刻は午前5時半です。オープンまでまだ2時間半あるんですが、見てください、この行列です。今日オープンを迎えたコストコ浜松倉庫店、開店前におよそ500人が列を作りました。今日どちらから？愛知県から。いつから並んでるんですか？30日の、23時から。30日？おとといから。おとといから並んでます。1、2の3。混乱を避けるため、コストコは急遽開店を2時間早め、午前6時前にオープン。一気に客が店内になだれ込みました。コストコの特徴は、食料品や日用品などの大容量販売での低価格。例えば人気のパン、ディナーロールは36個入りで458円、500ミリリットルの水に至っては1本あたり16円程度。買い物客はお目当ての品を次々とカートに乗せていきました。開店から1時間も経ってない中で、早くもトイレットペーパーが追加されています。トイレットペーパー何個買いましょう？4つ、はい、乗りますか？いや、乗せる。乗せるすみません、これ全部買われるんですか？明日子供の誕生日があってて、混雑した店内では、コストコの日本支社長も自ら先頭に立って客の整理を行いました。ロックンロール午前9時、店内にはレジ待ちの長蛇の列ができていました。周辺ではこのコストコ人気にあやかろうとする店も。こちらのラーメン店では、店の名物の鶏そばを650円から400円に値引きし、コストコの客を狙います。買い物行ったら、あるか帰ったりとか、行くの途中で、少し一杯ラーメン食べてとかね、ご飯食べたら、それ方が一番期待ですね、はい。一方、競合店はコストコの出店を意識せざるを得ません。主に相乗効果なんですけど、それがよく出るか悪く出るかというのは、今後こう見据えて対応していきたいなとは思っておりますがね、はい。今回の出店で最も懸念されていたのが渋滞です。地元の警察も様子を見に朝から訪れていました。そうですね、初めは思ったほど、心配してたほどのですね、渋滞はとりあえずないのかなと思いますけども。空いてますね。空いてて、いつもと変わらない感じなのでそう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 、びっくりしてます。なるほど。予想通りの人気ぶりを見せたコストコ浜松倉庫店のオープン初日、静岡に上陸したいわば黒船のフィーバーはしばらく続きそうです。ご利用ください。